もうすぐ5時か、やばいな。戻ってきて5時半、鳥坂峠越えが6時、ああ甲府7時だなこれ。甲府か伊沢温泉か。すぐ暑くなると思うんで、もうすぐ5時。今日は調子出ないですね。本当にホイールのせいじゃないです。まあ苦しいってほどではないんですけど、なんかいまいち。いや、それか Z さんが調子いいだけかもしれない。自走しないとだいぶ違います。そうですよね。100キロ分がないし、今日は。これだと宿探すのが7時ぐらいになる感じですね。まあ健康ランドかビジネスホテルか、あと磯はニュースホステルもあります。素泊まりだったら潜り込めるかもしれない。伊沢温泉に昔は甲府の山の方にもあったんですけどね、今確かやってないはず。そこでドロドロの方と食ったんですよ。今日の予定ルートの終点は何に分かれるんですっていうことですか？あ、そうです。あの辺りからどっちに向かうかってことです。そうですね。もう暗くなり始めてるだろうから。じゃあ注意休憩していきます。喉もなんか喉が渇くというか、難しいな表現が、なんかモヤモヤするというか。ああ、よいしょ。今日は甲府側に抜けて帰った方が早いんですかね。それとも河口湖側ではないですよね。ないですね。甲府ですよね。甲府というか、まあ帰るんだったら伊沢温泉か山梨市駅、東山梨駅か、はい、その辺りに予定があるわけじゃないから、泊まりでも大丈夫なら大丈夫なんですけどね。ああ、まあ泊まる場所はどっか見つかると思うんで。そうか、そういえばウェブカメラを使わないんだから、こうやれば少しは隠れるかな。なんか最近立ちこぎがきつい。もうちょいで駐車場に着いて、あれまだ5時なってないな。ああ。やっと着いた、入り口に。はい、うわ今日疲れてる。なんか今の登りでかなりダメージ受けてるの感じました。いや、やられます。そこそこ急勾配だな。もっとなんかゆるーくこっちに来たような記憶だったんですけど、記憶違い。6、7年前ぐらいだと思います。うん。そうそうそう。うん。うん。登山がきついな。どんぐらい階段でダメージが来てるか。3体みたいですね。なんか登山道の入り口は書いてありましたよ。ええ。行ったことないんですけど、多分そうだと思います。だとしたら、車止める場所ないですね。なかったね。うん。ちょっと上がったところ左側あったけど。ええ。そこにはなかったよね。そうですね。うん。いや、それが、そこへ写真撮りに行け、食べに来たね。さっぱり分かれ。この振動じゃなくて、スズランですよね。振動じゃなくて、スズランだよ。ですよね。うん。いや、行ったことないんで知らないんですよ。これは新道はまだ上でしょ。ええ、歩いて登って。どれくらい？まあ10分、20分もかからないぐらいだったと思いますけどね。そうだね。まあでも階段があるんで山道よりは楽だと思いますよ。多分。ええ、富士山と河口湖が見えます。でもスズラン峠指定されたんだったらなんか違うんでしょうね、向こうは。うん、まあでも厳しいんだったらとりあえずこっちはこっちで綺麗ですよ。あとは雲の出方次第。出るときは出るんじゃないですかね。見たことないですけど。看板はありましたよ、熊注意。うん。まあ大体みんな車で来たらこっちに行ってますね。あ、いや、その新道の方に行ってますね。ええ。うん。ええ。いました。三坂寺の方から山越えて。尾道ですか。すごいな。大主前一品行ったことあります。ええ、ドビンちゃん見ました。あ、そうですね。しまなみ海道で今治から渡っていて、で尾道でぐるぐる回ったんですよ。今あれがしまなみ海道自転車の人気あるんだよね、かなり人気ありますよね、まあそれなりに登ったはずです、確か。じゃあ行きますか。そうですね。うわ、結構足来てる。意外と来てた。自転車と歩きは別だと思ってたけど、内ももあたりちょっと私は来てます。珍しいの、こういう着方するのは。もう普通に終わって登りの足なんてもうない。どうしよう。まあ自転車よりはでも楽ですよね、登りの負荷としては。あ、結構なんか崩れてるな。うわ、足来てる来てる。こういう時にヘルメットマウントは結構揺れて気持ち悪いんですよね。こういうとこだとあの棒の先につけるタイプのあれだと、なんていうのかな、水平移動がメインになるからあんまり気持ち悪くないですよね。やじろべ、いや、なんかただ棒の先にただつけるみたいな。そうするとGoPro 自体を軸にした回転はほぼ起きなくなるんで。スキーとかの人が自分撮りするときに棒の先からこっちに向けて撮ってますね。前回来た時は富士山が言われないと気づかないぐらい隠れてたんですけどね、今日はどうかな。麓が完全に隠れて、よく見たらてっぺん出てるって状態だったんですよ。そうですね。あれ10分とか全然そんなんじゃなかったかな。もうすぐみたいですよね。ですよねって覚えてないもんな。ねえ、だいぶ混じってきてます。これだ。あ、スズラン峠、これ沿いに行けるじゃないか。さっきの人まだいたら教えよう。うわー、くっきり見えてるな。お前回と比べるとかそういう話じゃない。すごいですね、松竹映画っぽいですね。ただ河口湖が案外見えないですね。木が茂っちゃってて。よーっと、うわ、陰影もいい感じですね。河口湖橋も見えてる。よ、一番木が邪魔にならない位置はこの辺かな。一応これで河口湖大橋も見える。よっと、やっぱ富士山でかい。見事。ちからもスズラン通りは行けるんですか？尾根沿いかなんか歩いていけば行けるんでしょうか。さっきの人がまだ下で止まってたら行けますよって言って。おお、 iPhone でも結構綺麗に見える。自衛隊の演習場がよく左側の通りみたいな。ああ、あそこですね。うん、電波はここ来てないかな。あ、来てる。あ、看板が。看板が。あ、こんにちは。ああ。富士キハヤの冬。ここから来たわ。うん？あれか。あの赤いのがちらっと見えてる赤いラインが。空間がある。あそこからずっと山から降りてないんですよ。そうですね。山沿いをずっと山の中ばっかり。一度も街に出てないっていう。地球ハイランド。あれ、さっきのツイートできてないか。ああ、なるほど。寒い。左側になんか建物があるじゃん、白い建物。右側に湖が。ああ、本当だ。お、一番この角度の一番奥に白いのがあれか。あそこ青いんだ。そう、青いんだ。ちょっともう分かりづらい。でも随分小さく見えますね、ここからだと。あれ見えてるのは一部だけなのかな。手前尾根ですもんね。この写真の中央ぐらい。そう、いっぺんわざわざ下ってまた登って。あ、そうなんでしたっけ。そうですね、確か山中湖にも登るし、あれ、西湖にも登りますよね。西湖と100メートル差ぐらいだったかな。あそこの差は結構きつい。この間のブルベイ、山中湖の PC が10何分前に着いたんですけど、いや、あんな登りが100メートルもあると思って泣きながら。割と近かったですね、ここ。これが振動峠で、スズラン峠も行けるみたいですよ、尾根沿いに。多分車、さっきのとこから登るよりはでもさっきのカップルの人がご夫婦かな、行きましたよ、こっちの方。それとかその辺なんじゃないですか。あいや、でもいいですよ、だからね。いいけど。前来た時全然こんな見えなかった。どっかよう開けとるとこないんかな。うん、そう、意外と木が邪魔なんですよね。うん。どうしても木がかぶっちゃう。黒岳山頂1時間10分。スズラン峠どのくらいかかるの。そっちの方は全然わかんないです。行けるとしかわかんないですよね。そうだね。時間はわかんないですもんね。はい、書いてある。何分って書いてくれたらいいのに。時間は書いてない。こっちは書いてあるのに。多分地図にも出てないよな。そもそも振動峠が出てない。あの人らこっち上がったよね。ええ。4人さん、若者たち。で、富士山がこっちだから、向こうの方に若彦トンネルって最近開通した河口湖に抜ける道が、トンネルが頑張ってください。そんなになさそう気になってるね。すぐ帰ってくる。じゃあ気をつけて。気をつけて。急がにゃ。甲府まで行かなきゃいけない。広島に広島はもう間違いない。こんな夕方に清足川村通るの初めてだな。道の駅ももうやってないかもしれない。道の駅的なやつ、はい、ああ下りが苦手とあっちの方よりは今日は足の疲れの方が来てる。跳ねるやつですね。ワンゲル仕込みのすげえというか、階段駆け下れるというのが私はめちゃくちゃ羨ましいんですよ。そうそう、前今日行ってきた三峠の登山した時に、登山の下りがあんな感じだったんですよ。元ワンダーフォーゲルっていうことで。お、また行ってる行ってる行ってる。はえー、ちなみに明日も登りあるんですね。ね、明日はしびれ湖っていうところ行ったことないんですけどね、行き止まりの道になんか小さな湖みたいなのがあるんですよ。なんか地理的に結構グッとくる感じのとこですよ。なんか秘境っぽいですよね。多分眺めはないとは思うんですけどね。で、民宿が確かあったはず、あそこは。まあ泊まるわけじゃないですけどね。帰りは身延線で、甲府？あ、帰りは甲府になるかなと思ってます。まあそれか臨行して、もっと別のとこもあるか。そこ行った後また。標高差がどんぐらいだったかな、そんなには高くなかったと思うんですよ。500前後じゃなかったかな。じゃあ下って道の駅先のとこでトイレ借りて、で急いで鳥坂峠かな。尾道から来たって、そういや、なんで尾道から来てるんだろう。確かに福山なんだ。おお。そう。リタイアして撮影旅行とかだったら優雅ですね。ああ、道の駅とか泊まってる人は結構そういう人がいましたよ。このバン改造して車中泊で道の駅で泊まって。結構でかいですよね、この車。これなら足伸ばして余裕で寝ます。なんかナイトランして朝日の出ぐらいの時に道の駅とか、そういう人多いと。ああ。同志とかすごいですよ。満車とかになってます。え、同志の道の駅ってあそこですか？そう。あそこすごい。なんであそこそんな要所になってるんですかね。別に何か。あれでもなんか富士山、日の出富士山狙いとかなんかあるんですかね。じゃあ道の駅鳴沢なんかも結構混んでそうですね。あともう一つなんかできてますよね、この辺り。なんだったかな。なんか調べてたら。なんかあれですよね、鳴沢と同じ国道沿いでしたっけ？なんかそこ、この近くに。とりあえずトイレ。ね。路面は上と下とどっちがマシですか？下の方ももうちょっとひどいところがあったと思います。ただそれもすぐ終わって普通になったと。なるほど。スズラン群生地までがガタガタしてます。だったと思うけどな。腹が赤い鳥がいました。あれなんだっけな。あれ寒い。やっぱ結構気温下がってきてる。結構冷えますね。そうですね。もう5時半です。うん。山だし。おお。分岐到着。じゃあちょっと今のうちもうちょっと来とこう。あ、まっすぐ下ってるわけじゃないですからね。どうしよう、カーブがあるんで減速する部分そんなに下がったね。去年の時もなぜか宍止林道を下って寒い思いしましたね。あれ遅くなりましたね。で私は輪行袋を腹に巻いてあれはなかなか暖かかったです。あの時もなんか昼間暖かかったからってろくに防寒具持ってきてなかったからあれやったんだったかな。今回参考に去年の写真見たんですけど、ね、あれですね、半ズボンでしたっけ？でしたよ。じゃあもっと油断してたんだ。今回フリースとか半袖ジャージでウィンドブレーカーしかないとかそんな感じですね。バッテリーはまだ大丈夫かな。大体同じぐらいの時間帯に20曲がり通るましたよね。うん？同じってな。この時間にこのぐらいの時間に。ああ。で宍止林道をもう真っ暗になった中を下ってっていうの真っ暗になったのはもう一番最後でしたよね。あ、ですかね。なんかどうせゆっくり僕はゆっくり下らないといけなかったんで、うん、結構長いダートもあったしあー、なるほど。お待たせしました。あー、高い。石が結構冷静な感じで、うん、宍止林道のやっぱこれはロードの人には辛いかな。あれでも谷を見下ろすところないな。やっぱさっきのところか。さっきの道の端っこを区切られてたとこ、あそこがやっぱり木が生えて景色が変わったのかな。うん。結構きますか。こっちはタイヤも柔らかいしサスペンションもあるから手にそんなにきまないですけど、ロードはもろにガタガタきますよね、手に。そうですね。まあそんなにずっとは続かなかったと思うんで。うわ、うわ、いや、出てマウンテンバイクでこんだけ手にグッてくるんだから go.結局スズラン群生地まで。あっつっつ。一応動画のために説明すると、この下にスズラン群生地があって、あと一月ぐらいで満開になるはずです。あ、旅館みゆき温泉はあれ伊佐温泉のやつかの駐車場がなぜかこんなとこにある。近いんですか？まあ、いや、100m のこれから行く峠を越えれば、鳥坂峠越えれば向こうなんですけどね。でもそれでも距離は20キロぐらいあると思いますよ。どういうことなんだ。スズラン群生地はあと1ヶ月ぐらい確か。で、この立体地図がなかなか陰影がうまく印刷されてるなと思ってます。あ、でしたっけ。あの辺り最近観光バスが。ああ。40分歩かされる。あ、スズラン峠ですか。スズラン峠。あ、本当だ。あー、すごいですね。駐車場からの上りの何倍も登らなきゃいけないんだ。下の途中の道からだったら。40分体力以前に写真撮れなくなるから諦めた。分かれば諦めましたよね。分からないかも。距離が分かんなかったから。ドラマチック富士消防湖さ。いかん、喉があれだ。私が言うところの X が来てる。X が。疲れると喉にちょっと息を吸い込むと、息を力いっぱい吸い込んだ時みたいな痛みが走る。痛みでもない、かゆみかな。あとこれはアライバルですかね。英語で書けるアライバルというのをちょっとこれ地名を見て思ったんですよ、今回地図ルート作ってて。でもこれとアライバルの英語で検索したらあんまり引っかからなかった。誰もそのことに言及してない。そんな、そこまでひどい親父ギャグなのかな。ぴったりなのにアライバル。到着。でもなんかアライバルって名前の映画があったような気がする、侵略者の。あれとさ、うわ、びっくりした。今全くペダルに抵抗なかったんでいかん、フロントインナーになったままだった。つまり振動峠から一切漕いでない。うわ、まだちょっと道ひどいですね。ひどくてもひどくなっても回路なんかないんです。そうですね。この辺りでもうまともになるんじゃないかな。まあまあ多少マシじゃないですか。そうでもないか。あれ、まだひどいな。おお、ものすごくガタガタ言わせながら車が。まあ下にあの道の駅みたいなのがあったはずなんで、あれはスズラン峠じゃなくてスズランって書いてありますね。利用時間4月から10月、そうですね。うん、やっぱり私は自分に実害がないものはよく覚えてないです。道路の状況はまあでもこのぐらい知ってても別にじゃあやめましょうかねえ。でも上の方もっとガタガタしてたと思うんですけど、前来た時は。おお、どうかな。まあでもあれじゃないですか、なんかスズラン関係のところ以降はマシになるっていう意味では記憶正しかった。そうですね、ここは一応さっきまたスズランの文字列あったから。よっと、お、スズラン街灯、これも変わってないな。え、そっちというと、あとは、ああそうですよね、つまりこれは道路が高くなったという。よっ、でもどこだったかな、カッカクダムだったかどこだったか、湖からこれが出てるのが、あそこだったっけ、奥多摩じゃないや、松目峠のあそこだったかな、いや違うな、どこだったっけ、確かカッカクダムじゃなかったかな、名栗湖だっけ、名栗湖か、ありますね、昔の道ですよね、湖底に通じる道になってる。意外とダム新しいのあるんですよね。宮ヶ瀬もそうだし、意外と新しいダムっていうのが多くて、松姫のあそこも私はこの私がまだできる前知ってるぐらいの、この若造の私が。ん、どこですか。ダム作ってる時に車で通ったことあるんで。宮ヶ瀬ですか。いやいや、松姫。宮ヶ瀬はダムができる前に。あと車で。あと大垂峠のあそこのなんとかダムも新しいですよね。なんだっけ、あそこなんだっけな。金なんとかダムじゃなかったっけ。ああ、太陽が隠れる。これもスズラン系なのかな、ちょっと違うか。はい、長いですよこっちは。お、スズランが光った。でも1個しか光ってない。うん、こうか。これも1個しかついてない。なんかスズランライト1個しかつかないですね。さっきのもそうだったし。うわ、もうすぐ6時になる。やべえ。ああ、ここは前この辺確か昼寝したとこじゃなかったかな。あれ、ああいうのはしだれ桜っていうんですかね。だうん、あれ、この道なんだろう。点線でしか乗ってない。うん、セーブポイントがん道の駅とトンネルはどこだったっけな。あ、昼寝したのここだ。ここで前昼寝しました。その平たいとこで、はい、あったかくて気持ちよかったです。はい、ああいいな、やっぱり。あ、そうそう、ここなんか民家かと思ったら、後で今回調べたらなんか体験施設らしいです。あ、煙突なくなってる。あそこの戸からなんか前銀色の煙突が出っ張ったりしてたんですけど、冬の間だけ出るのかもしれないですね。あ、これあれですか、ローさんのページに載せて、そう、2、3回載せてます。はいはいはい。でこれ体験施設みたいです。なんか一晩借りて、なんだろうな、なんか特に提供側が何も用意するわけじゃなくてっていう。いや、それもちょっと考えたんですけど、泊まりはやってないらしいです。少なくとも宿泊だけっていうのはやってないみたいです。というわけで民家ではないみたいです。ああ、そう、道具とか材料とか持ってこいって書いてあるんですよ。材料は実はいや、道具とかも確か基本的にはちょっと道の駅とかの場所を、はい、この下で間違いないとは思うんですけど、もし間違ってたらえらいことなんで。もともとルートだともうちょい先からか、トンネルの前通過してあれですもんね。トンネルのすぐ近くだったと思います、出口の。うん、もうこのすぐ先ですね。どっちからでも行けるけど、あ、じゃあこう行ってこう行った、その辺っていう話ですね。そうです。でこれでも行ける、これでも行ける。じゃあそれぞれ行ってみますか。道の駅集合と、はい、じゃあまた後で行ってみます。行ってみます。まあこっちは普通の民家の間というか旧道みたいな感じだと思うんですけどね、を抜ける道です。面白い道の方に。うん、いいよな。うん、うん、そうそう、こう屋根が自由にさしてるんですよね。はい。ああ、そうですね。坂が多いというか。かなり田舎出身ですけど。ええ。関東なんで、平たいですね。まあ天空のおやきとか売ってるとこでもこんな感じでしたね。天空のおやきの地名の名前忘れたな、なんて言ったっけな。うん。そう、商店みたいなのがあんまないんですよね。前その道の駅ができるまでは店らしい店なかったから。本当立体感ありますよね。これ反対側から登ると結構きついですけど。急ですよね。うん、ここも接してるのがすごい。あ、この辺差し戻っとくかな。いや、ちょっと場所が悪いな。せっかくだから映像は撮ってるとはいえ、やっぱり写真もある程度撮っときたい。こことかもすごいよな。水がこう流れてくるところ。うん。よいしょ。よし。おお、悪い悪い悪い、ごめんごめん。こっちかけんか。おお。おお。でけえ。すごい桜だなこれ。あ、ケヤキだ。桜じゃない全然。5本？なんだろう。あとは芦川村が笛吹市に変わってますね。なんか風が強くなってきたな。でそこからちょい左に下ると道の駅のはず。道の駅だったか、道の駅的なものじゃなかったかな。でこっち登ります、この後。あ、こっち。ええ、だからこっちに下るとちょっともったいない気もするけど。まあでも途中なり休憩しないと。ええ。私が待ってます。私もちょっと水分を出しとかないと。売店はもう終わってるかな。でこっち行くと河口湖だったはずね。え、おっと、おー、おごっそうやってんのかこれは。でやっぱり道の駅じゃなかった。時間やばいっすね。うわー、全部やってない。え、マジですか？道の駅じゃないから気分ないです。うわちゃー、しまったな。うん、まあでも我慢できることはできる一応。ああ、そうか、道の駅。そうですね。しかし夜トイレに行けなくなると結構きつい。あ、夜トイレない。ねえ。逆にそれが抑止力にもなるわけだ。ありますね。じゃあ特に休憩もせずに行きますか。お。ああ。電波が入る。ああ、6時になる。ちょうど100メートルですね。また十分はは言える距離ではあります。標高差ではあるんですけどね。あ、いや、でもしょぼくても外にやった方がやっぱり便利ですね。ああいうふうに中で立派な分逆に使えないっていう。うん。忍者コロッケ、忍者くんコロッケと書いてあります。あそこに忍者くんコロッケって書いてある。忍者くんコロッケ、忍者くん、いやそれ聞いたことないですね。忍者くんというと私はアシュラのショーしか知らない。あ、まだ中は明かりついてるな。営業多分5時ぐらいまでですかね。ああ、ちょうど昼寝分で間に合わなかった。でも昼寝してなかったらなかったで同じぐらい遅くなってたかもしれない。ここともるのも3回目ぐらいかな。確か雨に降られてトンネルで雨宿りした覚えが。うわ、結構だな。ゆっくり行こう。ヘリポート。これで6ヶ月間がもうすぐ10時間か。いや違う、9時間過ぎか。さすがに暑くなってきた。まだフリースとウィンドブレーカー来たままなんで、ついてください。フリースが熱い。ちょい。着いた。今日の登り全部終わり。そうだね、ノールも果たしない。ええ。うん。鳥沢トンネルってことは旧がある。多分上にあるんでしょうね。行ったことないんですよ。あ、じゃあロボさんこっち。あ、ほら。あれですね。で、前そこにバスが、観光バス止まってたのは覚えてるんですよ。こんなとこにも来るんだと思って。あ、まだ暑い。そう。登山口って書いてある。そういうブルベのライトアップ環境は昔に比べると。全然違ってますよね。こんだけ明るいライトがいっぱい出てきてるから。ええ。自転車用ライトっていうのは、で、強力なのがすごく増えたなって。そうですよね。昔はそれこそジェットスみたいな空気感があったのに、最近はなんか普通に自転車用の、うん。さすがにそれ出さないともう比べ物にならないですからね。昔はよくあれで走ってたな、暗いやつで。もう上りはほぼない。あ、新しく買ったんですけど、前と同じやつです。昔のやつが暗くなりすぎてたんですよ。あれ、いっぺん洗濯もしたんで。なんで、ぐーっと押し込んで、なんとか接触するって感じだったんですよ。すみません、私はこれウィンドブレーカー抜いたんで。このガードレール9度かな。小林やばすぎる。えぐい。確かにそうですね。あれがあるってことは多分車道なんだろうし。えぐい。何パーセントだっていうレベル。さて、じゃあ分岐に来たら今日の泊まりを本気で考えましょうか。ここまで引っ張ってなるほど、ゴールまで行ってから買わないよまで行かないと考える資格がないと。褒められない無計画そう、計画に縛られないという計画通り走ってますけど。あ、お待たせしました。大丈夫です。車待ち。あ旧鳥坂峠すごいですね。あんな短いとか R が小さい急カーブが。お、あれなんかこのちょっと後輪があれなんだろうな、この舗装のせいかなんかタイヤが少しぶれてるような。でもそんなことは全然ないな。舗装ですよ。舗装ですかね。なんかこれほんのちょっとだけ左右にぶれさせられる。あ、そうか、細いタイヤだと余計に。嫌いですよね。ずっと左の。なんか不安になりますよねこれ。でも鳥坂峠って言ったらこれですよね。なんかこの景色、上りだとそんなに影響ないから悪印象なかったんですけど、下りは嫌ですね。よっとっとっと。結構車通るな。うわ、やっぱ怖いなこれ。ホイールが左右になんかそっと移動させられる感じ。そのまま滑っていきそうで怖い。本当にずーっとこの舗装だな。この縦線がなくなった。いや、あるある。ずっと進行方向に沿って溝が掘ってある、この舗装が。こんなに全部だったっけ。あれか、アーチェリー。ん？これですか。なんか置いてあるのは何だろう。座席に。桃とぶどうの町、結局桃とぶどう。結構綺麗だ。すいません。まだ十分明るいですね。そうですね。もっと暗くなるかと思った。6時も20分ぐらいなんですよね。でも最近7時ぐらいまで普通か明るいですよね。よかった。なんかもっと真っ暗な中これ下るのかと思ったら、あと意外にそんなに寒くない。思ったより明るいうちに下れてますね。よかった。鳥目だから下りの暗い下りは結構怖いんですよ。あれも怖かったです。真っ暗でさらに霧が出てきて。この匂い、お酢か？うわ、すごいですね、あれ。後ろがスパッと抜けて中が筒として見えてる。あ、いや、乗馬クラブは確かやってましたよ。前馬見たことある。確かどっかにその あれかな、Z さんの自転車がなんかなんだろう、あ、馬ここ、馬ここ、こっちで走ってました。そういや、ここで、ええ、で、それがやっぱりすごいな。何もかも取っ払ってある。いや、ブレずに取れたかな。ブレてるか。どんな感じですか。はい、え？熱かな。浮いてんですよ、ここが。ん？これ、いや、これカーボンなんだけど。ええ。ああ、本当だ。熱いです、熱いです。熱かもしれない。これもそうよね。うん、で、フレが出てて。あれかな、調整したらあれかな、ここで当たるんですよね。これはリムの熱が伝わってってことですか。多分、いや、ね、熱が原因かどうかはちょっとまわかんないですけど。あっち、まだこんなに熱いのか。これって一応ブレーキには支障ないわけですよね。ええ、だから破断、いや、まあ置いてってもらって大丈夫ですけど、これ今どこに。これ確か RS80 はアルカーボンだから、このカーボンの表側がカーボンのやつで、それが多分剥がれただけだから、ただテンションがずれちゃってるんで、それが破断しちゃった。テンション調節してその触れが出ないようにすれば走れる。ただテンションをいじる工具を持ってないですよ。あ、ニップル回しってことですか。ああ、確かに私も持ってないな。あれペンチじゃボリュームなんですよね。たまたま自転車が近くにないのかな。あえ、だから何キロあるのかな。ブレーキに当たっちゃってるんですよね。ブレーキだったらできればいいんですけど、ブレーキまで行っちゃってると。フレーム？ここに当たるんです。あ、そんなにギリギリなんですか。いや、触れちゃってんで、こっちはもう7ミリぐらい。あ、触れるってそういうことか。これは今起きたんですかね。はい、多分って言い出したから熱でそのカーボンの部分が剥がれちゃって、うん、でカーボン貼ってあるのを想定してテンションが貼ってあるんで、うわ、こうなったからっていきなりホイールがバキッていっちゃったりとかっていうのはないと思う。でももうだいぶ狂っちゃってるんですね。ちょっとこのままじゃ。こういうこともあるんだな。初めて見たこんなの。開けますからね。まあ、お二人は行ってください。で、僕は歩いて帰ります。悪く行かないんで。あ、そっか、明日も走れないんだ。これであと。いや、それはもちろんそうだし。ホイール買ってくるしかないですよ。どっかで走る。修理するってわけにいかないんですよね。てか、今これあれですね、調整して無理に転がしたとしたって、フレームに気づくようだったら、それ一番。そっちの方が、もう担いで帰るしかない。多分修理は無理だと思うんで、ホイールはもう諦めます。ただまあ、あとフォーク痛め、フォークじゃない、フレーム痛めないようにしないといけないんでね。削れてるのとかと思っちゃうけど、カーボンそういうわけにいかないから多々あるんだな。電車も間に合いそうなんで歩いて、行ってください。じゃあお気をつけて。でも自分で今ツイートで書いたんですけど、はい、ブルベの人だから大丈夫。大丈夫大丈夫。自己完結できないといけないから。この間もっとひどい目に遭ってるから。まあ歩きっていうわけじゃないけど、もっと過酷な目に遭ってますよね。はい、ブログ見ると。まあ見かけたら電話しますよ。いやまあ大丈夫、自分で調べる。もしバス停そういう情報があったら石でこっちっていうふうに矢印書いてじゃあお気をつけて。お気をつけて。はい。いってらっしゃいませ。加藤さんどうするんですか。わかんないです。まだ決めてない。分岐まではあとどんぐらいだろう。あと3キロ4キロぐらい。お気をつけて。すごいことが起きるな本当に。リムがというかリムのスポーク寄りの部分があんなことになるなんて。って言ってるそばからバスが来た。あれは？大しくってことは一旦足側に抜けてちょっと右に行った後またこっち側に戻ってくるのかな。でも大しく峠のあの道通れるのかな車。あれが戻ってくれば、まあでもあれがいるってことはバス停がどっかにあるはずですね。ちょっと夜景を。ここの夜景はもちろん初めて見るな。だいたい今までこっちは登ってきたことしか、いや抜けたこともあるか。多分あれ伊沢温泉あたりじゃないですかね、見えてるのは。こっちに合わせてでこうか、やった。ホイールまでどうにかなる前に分かってよかったのかな。ねえ。ねえ。カーボンだとやっぱり傷が入るとやばいんですかね。そこがクラックになったりとかして割っちゃうこともないとは言えないんで、まあそういうのはアルミとかも一緒なんですけど。じゃあチタンも本当は削れてると。チタンもキャリアとの接触で削れたりしてるとやばいんですかね本来は。あまりよくはないですよ、ね。今のところ多分アルミの方が負けてるだろうとは思うんですけどキャリアの方が。ただチタンとか黒森とかは、まあカーボンに比べればずっとタフなんで、大丈夫だと思います。その直接的なその傷というか圧力に対して。バス停ないな。でも確か開拓団とかそういう変な名前のバス停いくつかあった覚えはあるんですよ。あ、Z さんの荷物を途中までも先に持って行ってやっときゃよかったかな。背中の荷物とかで、伊沢温泉の、あ、でもロッカーに預けてもダメか。鍵を、そうですよね、待ってないといけない。まあでも待っててもよかったですけどね、まあ、泊まりだったら。電車で間に合うって言ってるんだから、たとえ帰ろうと思っても帰れますし。まあいいかな。そうですね。着替えだけだろうし。バッグと。あんまりそんなに助けにならないか。これはもし逆の対象だったら持ってってほしいけど、そうか、キャリアがないからダメか。そうですね。しかも結構重いし。蕎麦屋さんか。11キロ2時間か。ほんとバス停ないなあ。あれ、担いでって言ってませんでしたっけ、そういや、自転車。ああ、そっか、そうだ、押せないですもんね、フレームに当たっちゃうんで、ある程度担がないと。11キロいけますかね、今更ですけど。フォーカス火曜だから、荷物込み込み10キロぐらいですかね。2人でホイールとフレームとか分けて背中にしょっていけないですかね。てか私はこれ後ろに結構持てるな、多分ホイールぐらいだったらゴムひもあるんで、まあ固定して。あれ、私は電話番号知ってたっけ、知らなかったような気がする。ちょっと担いでっていうのすっかり忘れてた、言われたの。あ、ちなみにトイレ大丈夫ですか？私はもうなんか引っ込んじゃったんですけど。あ、大丈夫です。長い滑り台があるぐらいかな。あ、でもあるかもしれないな、これ。ここも昼寝したことあります。あ、いや、しかこれじゃないか、すいません、これじゃない、こっちの山じゃなかった。さしすせ、ああ、ない、やっぱり。どうしようかな。ダイレクトメッセージで送ってみるとか、気づいてくれるかどうかわかんないです。そうか。それじゃあゆっくり、すいません、下ってきたけど少し戻っていいですか。というか私がこれ後ろに積むのと、いや私一人で行けるかな。私は背中に何もないから今。そういやこれずっと録画してるんだった。まだついてますよねランプ。はい、この GoPro がで今撮ってるからわざわざこんな親切なことをするかのようなそういやそうだったな。逆にやりづらい。じゃあ改めて、よいしょ、Oh.打ちっぱなしか、ゴルフ場か、ゴルフ練習場か。夜景映ってるかな、GoPro の方。確かこの間横浜の自宅の近くだとそこそこ映ってたから、これも見えるかな。うんうん、うん。うん。この線路は何だろう。これは何ですかね。線路じゃなくて高速道路。伊沢温泉郷エリア。背中痛い。あ、で向こうの夜景の方でちょっと上に浮いてるように見えるのが、あの辺りが確かフルーツパークで、さらにその上に光ってるのが、あれがほったらかし温泉かな。あの辺り結構観光地があります。あ、分岐だ。さてどうしようかな。うん、ちょっとじゃあ一旦自転車止めて、片貝のバッテリーは、あれ、片貝どこ行った？まだなんとかいけるな。お借りして、はあ、セット3は肩に車で駅まで奥手もらっていること。で一番近いのが石和温泉で、うん。石和温泉のビジネスホテル調べるか。表に書かれてるな。山梨県の三沢。今日一泊。予算上限5000円。泊まれそうなとこありました？まだこれからです。あ、そうです。検索。見つかりませんでした。甲府にするか。とこういうふうな。あのトラブルが起きるようになって、そう自分のチェーンと同じぐらいびっくりしました。チェーン切断もダメだな。じゃらんでは今日は見つからないですね。どうしようかな、伊沢温泉のユースに電話してみるかな。でもユースの会員証切れてるんだよな、確か。切れてる以前に持ってきてないか。チェックイン20時までか。ここへの道順で距離は7キロ、微妙だな。まずは電話だな。よし。あ、泊まりどうします？とりあえず帰ります？とか明日走れる自信がないです。もう今日足終わったら階段登れなかった。あ、すいません。今日一人泊まれるでしょうか？あ、大丈夫ですか？あ、じゃあですね、今鳥坂峠って足川村の方からトンネル抜けて自転車で下ってきたところで。あと7キロなんで、ちょっとチェックイン20時ギリギリになると思うんですけど、あ、よろしいですか。はい、名前が吉川勝彦。です。そうですね。一旦じゃあチェックインしてから、まあ、夕食とか出るんだったら出た方がいいですよね。うん、食事できるとこってどこかありましたっけ？2回そちらにお邪魔したことあるんですけど、夕食マリ取ったことがなかったんで、周辺にはあんまないですよね。うん、あ、わかりました。じゃあその時また連絡します。ありがとうございます。失礼します。うん、ユース入れました。7キロなんで、iPhone でナビするか。しかし夕食配信とかちんたらやってられないな。チェックイン20時なんで遅らせてもらえるようにはなったんですけど、あ、バッテリー切れてる。ゴム板がない。もう一枚。あった。よとりあえず最寄りの伊沢温泉までは向かいますよ。ええ、ユースはもう駅の近くなんで。ええ。そうですね、途中でもう夢しくっていきますっていう。に行ったんで、ええ、はい、それでちょっと遅らせてもらって、お、はい、キカです。あ、お世話になります。ええ。あ、いや、鳥坂峠から下って、今もうそちらまで7キロぐらいの場所です。はい。自転車なので。で、ちょっと途中で軽く、さっと食事していこうと思うので、8時半か、もしかしたら9時ぐらいになっちゃうかもしれないんですけど。ええ。すみません。よろしくお願いします。はい、失礼します。うん、そうですね。風呂、あ、そうだ、9時風呂大丈夫なのかな。うん、電話してみるか。はい。あ、すみません、さっきの吉川ですけども、お風呂って何時まで大丈夫なんでしたっけ？あ、わかりました。じゃあそれまで間違いなく行きます。はい、失礼します。10時でした。間違わないように行くには、とりあえずこっちかな。おっと、かまた。と。それたか。これは消毒薬の匂いかな。まっすぐか。あ、遅かった。マイクは中に入ったままだった。うわ、また吠えられた。ああ、いい匂いがする。腹減った。ファーストフードがありそうな感じないかな。うん、ちょっと検索でファーストフード、あれ、うわ、意外とない。駅近くに行くまで意外とないです。駅まで出ちゃった方が早い。うん、ファーストフードでは検索全然出ないですね。今こっちに向かってるんですけど、ないですね、途中区間は。まあなんか見つけたらっていうことで、あと5キロ。ねえ。当たり屋食堂、あんなとこにも入ってみたいな。でもちょっと時間かかるかな、どうだろう。ちょっと様子見てみてもいいですかね。あ、どうぞ。あれ？どう見ても好きそう。まあ大失敗することもあるんですけどね。一応車道は青ですね。どう見てもそう見えないけど車道青だ。中華そば、大衆食堂、うん。まあいい感じですね。じゃあ行きましょうか。はっきり言って腹減ってるし。さすがにほうとうももう。うん。もう消化してますね。これでトイレも借りられるし、もうだいぶ忘れかけてましたけど、あそこ山崎あったんだ、あったんだというか、もう閉まってる。ファミマやってるのに。あ、結構人入ってるかな。おお。うん。うん、ないですね。あ、こっち大丈夫。うん、どうするかな。撮影はまあスライドショーでいいか。デジカメ写真だな。じゃあとりあえず撮影はここまで。